テルアビブのマーリブ交差点にあるマーリブハウス。マーリブ橋交差したから。マーリブはイスラエルで発行しているタブロイド版のヘブライ語日刊誌である。イエディオとアハロの都市タブロイド版に次いで2番目の売り上げだが、読者数はイスラエルハヨムシタブロイド版に次3番目である。TG サーベイによる2009年後半と2008年後半の比較でマーリブは マーケットシェアを13.8から13.6%に微減させた。マーリブの編集長は弱部ツールである。継続的な予算削減に抗議して辞めた、ドロンガレゼールとルース・イバルの後を引き継いだ。日刊誌とその付録の他に、マーリブメディアグループは地方新聞のチェーンを所有している。それらは国内全土に流通し、雑誌事業、印刷版の内容を多く含む。 半独立ウェブサイトの NRG マーリブがある。会社の株式は1990年以来、テルアビブ証券取引所に上場している。何年かの間、ニムロディ家は、マーリブの経営支配権を有し、ヤーコブ・ニムロディが会長として務めた。2010年3月に、ザキラ・キブが50%の株式を、イスラエルランドディベロップメントカンパニーとオフェル、ニムロディから買い取り、 新たな力をもたらし、また、2004年以来年間で、何百万シェケルと損失を出しているその新聞に、潤沢な現金の注入が要求された。ラキブは新会長に就任した。NRG マーリーブはその新聞のオンライン版である。ウェブサイトの内容の大部分が、印刷版からである一方、題材のほとんどはもっぱらウェブ版向けに書かれ、24。 7最新ニュースやユダヤ教と新時代のようなチャンネルを含んでいる。英語バージョン出版の主導権は地域に密着した外国人ジャーナリストの名士らが握り、外国に住むユダヤ人が短期間だけ生活するのと同様に、その労力は数ヶ月しか続かなかった。解説時のメインウェブサイトからの多数の翻訳記事を主に提供する一方、 サイトが閉鎖されるまで内容量は徐々に減少した。ありがとうございます。